ニナニです。今日は座ってお届けしてます。座ってる理由は立ってる意味なくねって思ったからまあみんなが数年ずっと持ち続けて数字喋れねえんだよ。こっちは疲れてっから、お前らのせいでな。全部お前らのせいだからな。こうなったの、今の私はこうなったの、全部お前らのせいなんだよ、みたいな感じでね、やっちゃって人間ってのはどうしようもなく愚かで傲慢な生き物なわけですから、なんか相手をね、もう嫌いにならない限りは、一度その深く関わった異性に対して一生自分のことを覚えててほしいだったりとか、自分のことを好きでいてほしいなんて思う、そういう傲慢な生き物なんですよ俺らって。ずっと自分に依存しててほしいとか、依存させたいとか、なんか好きって思わせたい、沼らせたいとかさ、そういうなんか面白い気持ち悪い感情をみんな持ってたりするでしょう。好きな人にとってのそういう男、好きな人にとってのそういう女になりたがってる、そういう承認欲が強すぎる人間がこの世に多すぎると。今日はそんな方たちのために送ります、離れられない男、離れられない女の特徴ですね。はい、まずは離れられない男の特徴からいきますか。私の好みを覚えてくれる男、これね、正直私めちゃくちゃ効くと思うんですよ。これって手っ取り早い、簡単、効くで、もうメリットしかない。例えばこれ実際にちょっと私がこれされちゃったことなんですけれども、私アボカドがめちゃくちゃ好きで、実はインスタグラムのあの ID 見てもらえればわかると思うんですけれども、アボカドめっちゃ好きなんですよ。で、男の子と二人で居酒屋行った時にそのアボカドをバクバク食ってたのね。で、アボカド好きなんだよ私って言いながらアボカドバクバク食ってて、で、その次にまた二人で居酒屋行った時にそのメニュー開いた途端にその男の子がバッてこのメニューの一つの名前を隠し出したの。やばい、もうこれ見られたら100個ぐらい頼まれるわって突然言われたのね。で、見てみたらアボカドの生ハム巻きみたいなメニューだったっけ。なんかめっちゃキュンときちゃいました私。覚えてていただいたんですね、さすがって。なのでもう当たり前のごとくそのアボカドの生ハム巻き食わしていただきましたよ。ちょっとすいません、猫背になりたいんで価格変えました、許してください。めっちゃ疲れたんですよ。めっちゃ女のこと見下してるけど女からの承認を得たくてそのために意図的に愛想を振りまける男、いやモテるよねこういうタイプの男の人って。でも私内心女を見下しながらも表面上だけでは女に対してリスペクトを見せれたりとか愛想を振りまける男の方がなんだろう、マジで優秀だと思うし、なんならありがたいと思うんですよね。あー見下してんのに、あーこいつちゃんとなんかここではリスペクトあるふりしてくれてんだみたいな。私これ男の人に言いたいんだけど、男で一番なんか救いようがないのってその女好きの女体好きじゃなくて女嫌いの女体好きだと思うんですよ。むちゃくちゃこじらせてるでしょ女嫌いの女体好きの男の人って。ツイッターでさ、そのエロ動画ばっかりにしてると思いきやさ、ツイート内容はめちゃめちゃ女叩いてるみたいなさ、かわいそうやなこいつ、なんか温かいなって思うもんね。モテてる男って女叩きしないからね、見下し私もウケんだけどお前みたいな、ほこたて出ろ一人で、一人ほこたてせろって思う。程よくいじって程よくごめんごめん本当に可愛いと思ってるよとか言えるタイプの人、うわたまんねえっすわ。やっぱ思うんですけど、この人いいなって思う男の人ってそのいじり方がうまいよね女の子の。ガチのコンプとかはもちろん絶対いじってこないし、でこっちがねえもうみたいな感じになる程度のいじりをしてきた後に嘘嘘マジで嘘でも可愛いマジで本当にとか言ってくるんですよ。このトーンこのトーンこのトーンですよ、嘘嘘嘘マジで嘘、可愛いマジで可愛い可愛いめっちゃ可愛いとか言ってたんだ。でもついつい女の顔になっちゃうね、なんでとかなるよね、嫌になっちゃう突然なんかエロい顔してくんじゃん、はぁーってなるよね。アド出るこっちもこっちは常にアドとロキソニンはね常備してんだから、女は常にアドとロキソニンよ突き放されたと思ったら好き俺だけのものって言ってくるなんかさ今回こういう感じの、いや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 、なんかそんなキザなこと言うてますけどお前乾いた唾臭いですやん的な回答が今回結構多くて、一挙紹介していきますか。うん、まあこれもねこの俺だけのものとか言うてますけど、その俺だけのものって言ってその俺だけのだぐらいでポンって飛んだ唾って絶対臭いでしょ乾いた情緒が不安定でポエマーの男、けどこいつがねそのくっせーポエムをねその生成してる間にもそのくっせー唾っていうのは生成されてんだよ。他の女の子と遊んでるくせにやっぱ俺まるまるしかダメやわとか言ってくる男、でもこいつは他の女の子と遊んでる時にその女の子とか喋ってんじゃん、喋ってなんか、ついつい盛り上がった時に、なんか出た唾乾いたらくせーし、あとその他の女の子にも同じこと言ってるって思ったがいいよね。まるまるちゃんと女の子結局一番楽しいわ唾臭いのに
彼女と会う前に私と会っててチューして帰っていったとこ。どっちもきっしょいな。どっちも乾いた唾が臭い分際で遊びではないのかもと思わせるのが非常にうまい。キープって分かってるけど本命かのように思わせる人。でもこれ私何回も言ってますけれども、どんなに期待持たせるようなこと言われたとしても、決定打打ってこないうちはもう遊ばれてんなって思った方がいいよ。連絡頻度がボディスクラブの使用頻度と同じぐらいのやつ。連絡してくるタイミングがなぜかうまい。これほんと多かったです。今回の回答の4割5割ぐらいがマジでこれで、もう離れようと思ったタイミングで連絡が来るから離れられないっていう。けどこれ冷静に考えてくださいね。これ舐められてるんですよ。なんでかっていうと、もうお前がもう離れようとか、もう離れていいわとか、そうなるギリギリまではお前のことを放置できる程度の相手としか思ってないんですよね。そう考えたら腹立ってきません？本当に好きな女に対しては離れてほしくないからね、必死になりますよ。男の人って、男の人って絶対単純ですから。そこは焦ってないんだよこいつは、うん、離れないと思ってるから。だからそのギリギリであれしちゃうんだよ。お前舐められてんのを快感と勘違いすんだよ。だからこういうことされたらお前舐めんなよ。お前あんま誰だと思ってんだ、私だぞって思え。私みたいないい女に対してお前みたいな唾臭い男が何やっちゃってんの。まあこっちも乾いた唾臭いんだけれどもねって思いなよ。ね、それでどっちも臭い同士やだろっつってさ、でそれでなんか仲良くなって、それで付き合えばいいんじゃない、ね、付き合えばいいんじゃない、そっからね。売れないバンドマン、いやなんか多いよね。売れないバンドマンとかを好きな女の子、夢追い人好きな女の子なんか多いよね。売れないバンドマンがモテるのはやっぱ周知の事実だしね。母性本能とかが刺激されるんですかね。やっぱ私が支えてあげなきゃとかなんのかな。私ねマジでわからないんですよ、昔からこの感覚が。その人に尽くし、なんか女の子ってその人に尽くしたい、尽くしがちっていうじゃないですか。私本当にこれがわかんなくて、私の感覚、私はね人に尽くしたいって思えないんですよね。これもこれでね、ちょっとね結構危ないあれなんだろうけど、テイカーだっけ、テイカーのなんか気質あんのかなとか思うけど、けど尽くしたいってなんないんだよな。あ、多分ね私の生き方的に、あの売れないバンドマン側だからだと思う。なんか地に足つけて立ってないふわふわしてる系だからだと思う。私も普通に社会人とかをしてない、できない人をなんかその好きにならないのは同族嫌悪だと思う。何やってんのお前、ちゃんとするよ、私かよみたいになる、うん、なんか私はもうエドワード・ニューゲート系男子が一番好きで、人間ってさ自分とは違うものを持ってる人に惹かれる節ってあるじゃん。だから私って真人間が大好きで、サラリーマン大好き、だって地に足ついてるもん。だから私好きなタイプっていうのがもう昔からってかなり前から一貫してて、それが月から金働ける男、皆勤賞を取れる男、気分にムラっ気がない男、うん、が好きなんですよ。でその逆が俺様ね。救ってくれよ誰か、この化け物を救ってくれる男誰かいないの。化け物を救ってくれる皆勤賞の男いないの。自己開示うまい。これはねすごくわかると思いました。私本当にこの異性とのこの交友関係っていうのかな、がうまい人って男女ともに自己開示の仕方がうまいなって思うんですよ。自己開示をただすればいいって話じゃないの。だから闇雲に自己開示すれば勝ちとかじゃないんですよ。だからこれを開示しときゃ得だなっていう内容の自己開示しかしなくて、でその得だと思って出す自己開示の内容って自分の自慢話だったりとか、自分がすごいだろっていう話とかじゃないんですよ。あえてその自分の情けない部分を出す、でもそれって自分のデメリットじゃなくてメリットだと思って出すんですよ。でそれってちゃんとメリットになってるんですよ、相手方にとっても。でその非語欲をこのなんていうのかき立てるような内容だったりとかも自己開示したりとか、私に俺にこんな話してくれる、心を開いてくれてる私だけにみたいな、こういうやつってついついなんかお前に話しちゃった、お前だけに話しちゃったら自己開示してるわけではなくて、あくまでお前の心のパンドラの箱っていうのをこう明かすためにわざと自己開示してるんですよ、こういうタイプの男の人って。だから鼻から別に心開く気ないと。でこれを聞いたほとんどの人がこう思うわけです。これって私俺のことじゃんって、俺も私もこういう自己開示のなんか仕方してるし、ああ俺ってじゃあ離れられない男なんだってポジティブシンキングで考える男の人ほとんどでしょうけど、本当にこれができてる人は本当に少ないです。顔をくしゃくしゃにして歯を出して笑う男たまんねえ、くはー大好き。笑った時に出た歯の一本一本の歯石をこの俺様がチェックして一つ一つ綺麗に掃除してあげたいし、でもう笑った時のこの目尻のシワとかに挟まって、そのなんか痛いってなりたい、体が痛いってこうなんか圧迫されたいし、痛いって汗とかできたりして、それで、うん、
抱きしめたいよね。強く強く、しかし壊れ物のように繊細に抱きしめたい。溢れるほどの思いがこぼれてしまう前に、二人だけの夢を胸に歩いて行こう。終わった恋の心の傷跡は僕に預けて。